今から約100年前、アフリカのザンビア共和国にあるブロークンヒル鍾乳洞という場所で、ある不可解なものが見つかったんですね。それはローデシア人とも呼ばれたネアンデルタール人に似た旧人類の頭蓋骨。存在していたのは今から約10万年から30万年前と見られているんですが、ではその頭蓋骨の一体何が不可解だったのか。それはこの左のこめかみのあたりにある穴、左耳の後ろあたりに開いたこの直径1センチにも満たないこの穴、当初は槍などによる攻撃を受けた跡と見られていたんですが、しかしその場合に衝撃によって穴の周辺に当然生じるはずのひび割れがこの頭蓋骨には見当たらない。綺麗な穴ですよね。しかもこの穴の反対側、つまり右のこめかみのあたりには内側から受けた何らかの衝撃によって骨が外側に向かって砕けた形跡が残っているそうなんです。つまり左のこめかみから入ったひび割れさえ起こさない超高速の何かは頭の中で砕け散って、そして右のこめかみをも内部から破壊した。これは超高速の弾丸、例えばライフル銃によって受けた傷跡と一致するというお話。もちろんこの頭蓋骨が鑑定通り10万年前のものだとしたら、存在する武器なんてせいぜい石で作った手斧か槍くらいのものなので、どう考えてもありえない話ですよね。ライフル弾と原人、一体この骨の持ち主に何が起こったというんでしょうね。まあでもね、ありえない時代に現代兵器が使われたというこのまさかのシチュエーション、実は僕知ってるんです。皆さんね、戦国自衛隊って知ってますかね。今回は10万年前に狙撃された原人と話題になったブロークンヒルの頭骨を紹介しました。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。